ことに尽きるし、今は22年度が死刑執行は2人だったね。そうですね、2年前のことになりますが、これは意図的なその死刑の執行が遅れていて、まあ、それによって当然その方たちをずっと、まあ、国は抗議しているわけなんですけどもね。ですからこの問題は簡単に議会だけに、この人の命を奪うことなんかそれは誰だってやりたくないしできることではありませんが、いたずらにもともとの制度を否定するようなね、その人が死刑の執行に値しない状態にあるならば、また議員があるならば、それは徹底的にもう一度審議すべき、なめすべきだと思いますが、そうではなくて、今の死刑が進まない、死刑が進まないのは、死刑制度に対する疑問があったり、今の法律に疑問があって、その法律を直そうとする人たちがいて、そして結果として法執行が遅れているとすれば、それは公務員として法律を守るべきね、公務員のその代表である大臣がですよ、そういう判断をするというのは私はいいとは思っていません。ですからこの軽々しくこの言葉にする問題ではありませんが、これは手続きをきちっとやっていくということが重要だとこういうふうに思います。それから、まあ、死刑のことだけじゃなくて、今ねもう一つその犯罪の問題では、犯罪者というのは犯罪加害者です。で、今日本の国には犯罪の加害者には権利があるんですね、生きてるから。でも殺されてしまった人には人権がなくなってしまうんですね、もう命がないから。そして犯罪の被害者の、まあ、直接の被害を受けた方の家族、そういう人たちに対するケアというのはほとんどありませんでした。実は川口にも突然隣の住んでる人が錯乱して裸になってガラスをぶち破って突っ込んできて、そして一回寝ていた年老いたお母さんを殺してという事件が川口でも実は起きていて、ところがその親を殺された人は犯人が精神錯乱状態だということで刑を受けずして他の施設に収容されて、そしてそれは民民の、まあ、賠償請求はするけれども支払い能力がないということで殺されるの、そういう事態が実は起きて、ちょうど私その時は浪人中で相談を受けてそこのお宅に行ったこともあります。そして犯罪被害者の会というそういう同じような教育の人たちがいて、この犯罪被害者の権利と、それからその人たちへの支援をしなきゃいけないと、こういう問題があるんです。で、実は日本の憲法にも犯罪被害者という項目ないんですね。今度の自民党が出す憲法草案にはこれはまだ確定してませんから、明言というか文言としては出せないけども、犯罪被害者の権利というのは日本国の憲法という国の基本法の中の一つの項目になると思っていただいていいと思います。で、ちなみに私が指摘した時の2002年度なんですけどね、まだ犯罪被害者の基本法って法律もなかった時、その頃のこの加害者が留置場でご飯を食べさせてもらい、そして光熱費ですね、電気や、ね、それからもちろん監視などの人件費、こういったものを入れて、それから病気になると医者にかかるんですよ、犯罪者というと当然だけど、それから国選弁護人がつくでしょ、そういうものもろもろの、ね、費用で2002年度で、今から10年前で犯罪加害者向けの経費がなんと466億円、一方で犯罪被害者に対してそれは基準があって給付金が与えられることになってるんですけど、犯罪被害者に対する予算は11億円、それが今2011年度になってこれが600億超えました。で、犯罪者基本法というのを犯罪被害者基本法というのを作り、被害者の権利を保護し、そしていろんな生活支援や弁護の裁判だって、民民の裁判を起こすには被害者が裁判を起こすのは自腹だから、
そして相手が心身喪失状態だなんていうと、受ける弁護士もいないと、訴えることもできないというような状態だったんですね。そういう人たちへの裁判支援だとか、そういうのをできるように法律として作りましたけど、それでもまだ80億ぐらいしか予算ついてません。ですから、実は今相談のご指摘されたことはね、死刑の一種のことだけじゃなくて、この日本のこの犯罪に対するこの法体系というのはまだちょっと不足ともがあるんですよ、うん、それも重要な課題だなと思うし、まあそれは私たち国会みんな、これは党がこうやってみんな賛成してくれました、我々が出しましたけどもね、うん、そういう実態もあるかというのは、ご承知いただければありがたいなと思いますけどね。いずれにしても、まあそういう犯罪に遭わなければ一番いいし、しかも死刑囚になった人たちというのはね、どういうふうに思うのかね、これは人それぞれだと思いますけどね。実際皆さんがじゃあ大臣となって犯行せ署名しろって言った時の、それはね、考えられないと思うけど、考えただけでも重いよね、うん、ですからそんな簡単に切って捨ててこらっていうわけにはいかない問題ですけど、しかし決めたことが全然進まないで、いたずらにこの手続きのみが遅れてるというこの状態はやっぱり不自然と言うしかない、こういうことだと思いますね。はい、じゃあ続きついて、じゃあどうぞ。お願いします。 TPP のメリットの最大はだから副次効果として、TPP 自体のメリットってそんなにないんですよ、ないんです。でも TPP に日本が参加するかもということで、じゃあ日本そっちに行かれちゃうんだったら僕もあんたと付き合うよとかね、そういうその余波、副次効果ってのは出ると思います。何よりも TPP は最初に作っちゃってもルールを決めてる人たちがいるんだから、後から行った日本がいじくることができますか。普通に考えて仲間内でもってやろうぜって言った時に、俺の仲間入れてくれって言って後から行ってそいつが仕切っちゃって俺の言うこと聞けって言ったら、あんた出てってくれって言われるでしょ。話し合いの段階ですから、そういうのできないんですか。だってもうすでにほとんどの中身はもう決まってるわけですから、未だにまだ私たちは話し合いに参加してないですから。で今度はさ総理が言って参加する。いやいや、参加することを検討開始するって言ったんです参加するって言ったんです。参加することの協議を開始するって言った。そこで今までの日本のデメリットの部分をメリットの方に持っていく方法はできると思いますけど、あまりないと思います、余地はないと思います。ただもちろん交渉ですから、実はそんなこの、経済交渉っていうのは政治家が丁々発止のような分野じゃないんですよ。ものすごい細かい事務的なせめぎ合いで、その時は日本はすごいよ。我々のね、スタッフたちっていうのはガンガンやりますよ。ですからやられっぱなしで大損するだけってことはありませんが、しかし日本が入ってよかったなっていうほどの大メリットが出るかといったら、そんなものができるんだったら最初からいればいいんだしね。でそのどこの国も自分で一番いい状態を作ろうと思って入っていってるのに、さっきの領土問題じゃないけど、日本が真剣にこれだけやるからなったって何言ってんだと、お前たち脅かせばやめちゃうじゃないかと、そんな国の言ってることをまともに聞いて、じゃああんたの言う通りにルール変更しようじゃないかって付き合ってくれる国がどこにあるんだって言うしかないじゃないですか。はい、ということでございます。はい、どうぞ。すいません、創価から来ました野尻と申します。障害者の福祉のことについて、自民党の過去をやってきたことっていうのは随分ひどいことをしてきましたけど、民主党もまたひどいことをやってきたっていうのは事実でございまして、簡単に説明いたしますと、2005年の障害者自立支援法というのはできましたが、結局これ事実どころか心情を促進する法律だと、ということになって、障害者に、1割の負担を押し付けてきました。障害者の障害年金月6万6000円のうち4万1000円を
サービスを使っては使っては使うほど重くなってしまうこの矛盾、それに対して障害者の皆さんが全国14の裁判所で、障害者自立支援法違憲訴訟というものを起こしました。で、政権交代が2010年8月に起こりました。で、長妻厚労、最初の大臣、長妻昭厚労大臣は、これはもう障害者自立支援法は廃止すると明言しました。で、2010年の4月の24日には、裁判所、全国14の裁判所と、障害者自立支援法違憲訴訟など、日本国政府と和解協議を結びました。この中身が、障害者自立支援法を廃止するということも入っています。もちろん、長妻さんのサインと刻印は押してあります。ですが、それから障害者対策推進本部というものを内閣府に作りました。立場の違う55人の委員が、去年の8月30日に、60の骨格提言を行いました。だけども、今国会3月13日に、障害者自立支援法を廃止して障害者総合福祉法というものを出してきましたが、理念やあれは変わりませんけれども、ちょっと変わりましたが、制度については全く変わらないこと、全く変わりませんでした。ちょっと時間がだいぶ過ぎてるから、野口さんの思いは、はい、私もずっとあなたの持論を聞かせてもらってるし、はい、だから質問としては、はい、結局自民党いろんなことやっても、その障害者に自立を促しながら障害者に負担を課すことがもうおかしいっていう、おかしい、そこの根本なんでしょ、はい、だからそれはとてもよくわかるし、今までそういうね、障害者ってのは自分で自立できないから障害者なんだし、そしてしかも障害者って言ったって精神と身体と知的とは全然症状が違うしね、ですからそれを一つにすること自体私はおかしいって僕も思ってます。また障害者の施設の人たちともお友達になって訪ねていったりなんかしてますから、それぞれの話も聞かせてもらってるので、あなたの思いはきちっと受け止めたいと思います。で、現状で要するになんだかんだ言いながら民主党は金の負担をさせるということをやめないわけね。はい、ね、一番そこに最大の問題があるということなんだよな、はい、だけどそれはちょっとですからもう分かりました、ね、だけどそれが医療も同じなんです。教育も同じ、福祉も同じことなんですけど、これはせっかくですから皆さんね、これは立法の根幹の根本問題だよ。野次さんが言ったことっていうのは根本問題ですよ。どうしてその厳しい人たちや切っちゃいけないところのお金を切るんだと。これから年金も削るって言ってるんです。年金は法律でもって物価スライドで、物価が上がったときは年金もその分だけ上げますよと、その代わり物価が下がったら年金も削りますよって法律になったんです。でも法律作った時は物価がまさか経済が沈むなんて思ってない時の法律なんで、物価スライドっていうのは私たちは自民党政権時代経済は横ばい、もしくは物価が下がっちゃったんだけど年金は下げずに維持してきました。その分国の財政が悪化しましたが、それは削れないと思ってやってきました。でもここで今日本政府はその年金すら削ろうとしている。それはなぜか、お金がないからの一言につきです。今の話も障害者自立支援法のここを直せとか、あそこを越してほしいっていういろんな思いはあって、それは個別具体のね、一つ一つのことはやってなきゃいけないと思うんですけど、政策の選択としてなぜそういうふうに切っちゃいけないところを削るんだ。それは生活保護も同じ、生活保護だってそれはばらまいてる、ここのところで急増してますから、問題を私たち指摘してます。そして不正受給なんてのはあってならないことですよ。一方でこの生活保護を受ける術が分からずに、方法が分からずに餓死している人たちも未だにやっぱり時々だけどいる。この世の中で日本で餓死するなんて、川口でもちょっと1日2日前ですよね、90歳の方と60歳の方が、まあ、これは保護ではありませんでしたが年金19歳でしたけども亡くなってしまった。そういう悲しいことが起きていて、もっと手厚くいろんなねことができればよかったのにと。
いうふうに思います。大体保険だって昔は健康保険会社に入ってて保険料払ってれば保険料さえ払ってれば窓口負担ゼロなんです。それが1割負担になり今3割負担になってるのは一重にお金が増えすぎてるからじゃなくて、ね、お金がないからなんですよ。簡単にお金はできないけどもそれが日本の根本の問題だって私は思ってるんです。これ見てください。このグラフが日本の全ての課題を表しています。これが日本の将来の可能性を示すグラフです。日本の未来実態を示すグラフはこれでも日本の今の最大の問題を鍵を示しているのはこのグラフ。1990年から2010年、この20年間で日本が国民総生産、この国の経済をどれだけ各国が増やしてきたか。一番上の緑の線はアメリカ、世界一の経済大国のアメリカ、20年間で 246% プラス。中国、驚異的な成長を遂げた中国、1800% のプラス。日本、なんと 7.4%。名目 GDP でいうと440兆円が475兆円になっただけ。20年間で、あのアメリカという飽和状態の国と思われる国ですら2倍以上の経済です。日本であれば年間500兆の GDP をアメリカは1500兆まで増やしたんですよ。まあ1250兆円。この国は500兆の GDP をずっと500兆のままです。稼ぎを増やすことができない中で、それは自然に増えちゃう。お年寄りが増えて医療サービスをしなきゃいけない、物価は上がる、金を出す方がどんどんと増えるのに入ってくる方がないからならば削るしかないじゃない。それがしわ寄せとして障害者だとかいろんな給付にまた我々の年金や保険に削るしかないってことに。で、これはわざと悪者、悪く言いたくないけども、この国どうするんですか。自民党ははっきりしてますよ。できるかできないかは別に、ね、やんなきゃいけないんだけど、自民党の基本方針は経済を伸ばす、できるだけ規制や国の関与を少なくしてみんなで働いて頑張った人が報われる社会を作る。いろんな工夫をしながら今までのやり方では伸びないけれども、この国の経済を伸ばして必要ならば刺激するための財政システムをして、経済をでかくしたところから税金も払ってもらう、それから負担の見直しもやってもらう。でも自分が経済が伸びたいように稼いだ以上に税金取られないと同じことで、この国の経済を膨らましながら国家だけでは稼げないならば世界に広げて経済を拡大させて、そこから必要なサービスや子育てをやりましょう。民主党の考えはこれまたはっきりしている。民主党はこの国はもう経済を伸ばすことは無理、人口が減り、これ人口ライン、どんなに頑張ってね、みんなでいろんな少子化対策をやって2人の夫婦で3人の子供を産んで初めて人が増えるんでしょう。でも結婚しても子供産めない人も生まれない人もいるから、それから結婚しない人もいるから、ね、単純に言って2人の夫婦で3人子供を産まなきゃ人口増えないんだから、どんなに少子化対策をやったって私たちの国は順々に人口が減って2050年にはもうここで1億人を切ると、これトレンド。そしてお年寄りの数は、私も含めてみんな医療をきちんと受けて、そして夏は涼しく冬は暖かく、ね、栄養のバランスとお医者さんにきちんとかかって予防治療を受けて
ね、名前にするんですよ。最高じゃないですか。でも働かない、もう働かなくて結構だっていう人が給付を受けるのをたくさんいて、稼ぐは若い人いないんだ。だからこれだけ見れば民主党が言ってることもあながちね、冷たい現実ですよ。でも彼らはだからこの国の経済は伸びないと、伸びない中でみんなが暮らしていくためにはある人がない人の負担をしようと、分配を変えるんだ、配分を変えるんだ、そして所得の少ない人たちに現金を給付することでその人たちが暮らしていけるようにしましょうね。その、ね、これも間違ってないですよ。社会主義というのはそういうことです。計画経済、全体経済、ね、そしてこの控除から手当、配る、今度あの年金の、消費税だって、ね、それから年金の改革案だって、今度は年金が、消費税を2014年に 8% にする時点で母子家庭に加えて父子家庭の支給も始めます。さりげなく入っているの皆さんご存知ですか。この法に及んでまた手当増やそうとしている。所得制限を入れろ入れろって言ったって、とりあえず今回自公民で合意しちゃって、ね、子ども手当に児童手当に戻ったと。でもまだ所得の高い人たちにも出すでしょう。もうこれ前私聞かれたから言ったけど、私は子ども手当受け取ってないですよ。そして今それが何十万人も手当受け取ってない人がいるという新聞記事出てるじゃないですか。それは忘れてる人と、それからこれは受け取るわけにはいかないと思って拒否してる人がいると思いますよ。私はそのうちの一人だけど。ですから、ね、そういうこの自民党というか保守の政党が考えていることと、そして革新の政党が考えていることは根本から違うんですよ。今もこのどうして障害者のお金をね、障害者に負担をさせるんだとかっていうのは、それは結局お金がないからの一言に尽きていて、それを理屈付けで、いやここの部分はもう少し負担してくれるとか、ね、この負担を持ってもその代わり収入も増やすようにしようとかね、なんだかんだ言ってるけど、結局それは何それは売れないのに一言に尽きるって、私はちょっと乱暴な言い方で申し訳ないけど、だからそれは、ね、日本全体の問題で、私たちがこのラインを作れないの、このラインをもう一回作んなきゃいけないんだと。だけども、ね、そのラインを作るのに今まで日本の国が少なくともこうやって伸ばしてきたというのを、その最大の原因はここの青いラインです。これ日本の国の貿易収支、輸出と輸入の差額でもって日本に残ったお金が貿易黒字、物を輸入して技術加工して付加価値を入れて世界に売る、そして国に残ったお金を、ね、黒字のお金でもって国債を買い、国内での産業投資を行い、そういう日本の右肩上がりの戦略は実はもうこの水流のこの上にあるのが所得収支といって、海外の投資に対する利益、実はもう2005年の段階で貿易収支よりも所得収支の方が多くなっていて、ついに今年は31年ぶりに貿易収支が赤字になった。最大の原因は原発を止めたことによって、中東からの油、特に LNG です、天然ガスの輸入が急増して、そしてその原発を止めた代替に火力発電所をフル稼働させて、止まってるやつまで動き始めて、燃料ガンガン入れて、みんなも節電してるっつったって、去年の夏の節電比べりゃ火じゃないでしょ。結局電気こうやってついてるのは、私たちは天然ガスをものすごい輸入して、赤字になるまで輸入して、そして CO2 ガンガン出して、それが今日本国政府が選択した脱原発、
今野田さんは脱原発依存と言い換えたけど、脱原発ののろしを上げちゃった結果、どこの原子力発電所も点検が終わってる最新型の原発だって動かすことができない状態になってる。それはどういうふうに今後するのかは今検討中。なんか会議開いたの聞いたことありますか？今年の夏までに決めるって言ってるんですよ。でもどこで会議やってるのか私は分からない。おそらく期限が来るとその頃にまたバタバタバタとね、何日か国会議員たちが集まってわーわー騒いで、ね、TPP の時もそうだった。深夜に及ぶ会議でも民主党の国会議員って衆議院だけで300人いるのに、 TPP の結論出すぞって決めた時には、まあ、40人ぐらいでな、みんな帰っちゃって夜中になって誰もいなくなったから、いいですか、わかりました、 OK ですねって、だっていないんだ。そんなデタラメな会議やって国策変更しちゃって、こういう。しかし一方でこの、ね、所得収支という海外のこのに対する投資による利益は増えてるんですよ。それから円高によって外国の会社を今バンバン買ってるの皆さんご存知でしょう。それからユニクロのヒートテック、この中でかなりの人が来てると思うけど、ね、ヒートテックは東レの製品ですよ。東レの増収じゃないです。ですから私たちは、ね、この円高を利用して、そして海外との逆には投資をし、そして今のように貿易でその洗濯機やエアコンやテレビを輸出して利益を出す国じゃなくなっちゃったという現実を我々は受け入れて、しかしそれもこれまたですね、それでも最高の技術を持つ日本がやっぱり日本じゃなくちゃこれダメだと、そういうものを作ることができればまた売れると思うよ。単純なテレビだとかなんとかどうにかなんだけど、その鍵を握ってるのはやっぱり技術で、さっき言った CO2、 これが日本の未来を表すグラフだと思いますよ。日本で一つの1エネルギーを、ね、作り出すのに、同じものを作るのにアメリカですら2倍のエネルギーがかかる。この電球1個で作れるエネルギーをアメリカは2つつけないと作れない。中国は 8個、ロシアに至っては16個なければ動かない。世界で最高の CO2 出してるのは中国、アメリカが2番目。でもこの人たちは、ね、日本の倍の効率の悪い機械を使い、中国に至っちゃ日本の8倍近くの効率の悪い機械を使ってやってる。それはなぜかといえば CO2 の削減義務を負っていないから。しかしここからまだうまくいってないけれども、東洋サミットで決めた世界中の使用排出国が何らかの形で削減義務を負うじゃないかって決めたのが東洋サミットですから、その宣言にのっとっていずれこの国が世界の各国が削減義務を負う。日本は経済活動ガンガンやってるけど世界中の 3.9% しかないからね。しかも省エネガンガンやってものすごい乾いた雑巾を絞り切った状態、こっちはずぶ濡れのもうグズグズの雑巾でやっちゃってる。今のまま機械で使った方が効率はいい。でも削減義務を負うようになったらどうするんですか。工場の稼働を半分にするか、機械を入れ替えて CO2 の出ない機械で生産するしか、2つに1つだったらどっちがあるか分かりにくいですじゃないですか。その時にこの私たちの日本の技術が再び世界を席巻するチャンスだって出てくると思いませんか。だからこういう分野にもうすでに投資しています。10年間でこの1兆円以上の金を積み込んで、そしてそれはもっと、さらにもっとでかい金を積み込むんだけど、今から20年後に世界を席巻する技術は何だ。そして本番であるこの2050年の時に勝負する技術は何ですか。太陽光エネルギーじゃありませんよ。
それからもちろん原子力でもありません。その40年後の世界は、それは CO2 の出ない水素だったり、今とは全然違う考え方の技術によってエネルギーができるようになるんです。今の太陽光パネルやエコカーだとか、ああいうのを普及させることで削れるのは、これ以上世界の CO2 が伸びないところまで、これピークカットって言うんですけど、 CO2 の排出を今よりも増やさないのが限界なんです、今の技術は。そしてその将来20半分にするとかって言ってるのは、2050年半分にするって言ってるのは、それはここにもすでにそれが多少見えてるんだけども、この CO2 の出ないこの発電所とか、ね、それから製鉄所、まあ、鍵を握るのは、私は一つの技術は水素だと思ってるんですけどね。この CO2 って何で出るんだって言ったら、この炭素の炭素のものを酸素を加えて燃やして、そしてC の炭素とそこにの酸素 O2 を入れるから CO2 になるんですよ。これ水素を使うというのは H ですよね。水素を使って酸素と一緒にぶつけてエネルギー作ったら何になりますか。 H2O じゃない、水よ。今の水素自動車だとか水素還元というのは、それはコントロールが難しいから大きなものできないし、安くできないから、経産省で持ってる水素自動車、私乗ってたんですよ。ちょっとすごいよ、ものすごい音もなくヒューッて走ってるよ。馬力があるし、でも2億円するけどね。作品だからね。それが300万とかで作れるようにさなったとして、そして全くガソリンも使わない、 CO2 も出ない、そしてそこから出るのは純水だよ、なんていうことが本気でやろうと思ったんですよ、日本。それは2040年までに実用化を終わらせて、2050年までに普及させて、2050年というと今から40年近くだから、まあ、私も90ぐらいだからかなりいない確率が高いと思うけどね。でもそういう将来の日本は20年後にこうなる、30年後にこうなる。そのためには今この技術をやらなきゃいけない、この普及をさせなきゃいけないと、そこに金を入れようと。で世界はで日本の、だってこれできる資格を持ってるのは日本なんですよ。だから、ね、こんな少々の経済の不利なんて押し倒すくらいの圧倒的な技術を徹底に開発しないといけないと。それには借金したって僕いいと思いますよね。先の見通しが見えるから、50年後の見通しって言ったらちょっと、ね、大変だと思うけど、5年後にはここを元取るよと、10年後にはこっちを起こすよと。この国はお金あるんだもん、今の。という政策に思いっきり行くのか。でそれには信頼を得なきゃならないから、国一国でできないから、じゃあ、ね、日本のそういう開発には国際社会が、俺もそのプロジェクト参加するよと、あんたたちは言ったことは必ずやるからね、そして信頼を裏切らないからねって思われる国になれば、私は投資が来ると思いますよ。でもあんたたちいいこと言ってるけど、脅かされると逃げるんだろ、言ってるけどプレッシャーかけられると曲げるんだろ、あんたの言ってることは夢かもしれないけどとても実現できるとは思えないよねって思われてる限り、誰も日本にどうか投資しませんよね。というのと一番最初に質問に戻っちゃうんですけどね。だからもうもろがなんですよ、いいことと悪いことって、もう背中合わせなんだから。まさに民主党と、民主党って言っちゃ悪いけど、民主党の一部経済はもう無理だと、分配してみんなで、ね、お金のある人がない人に出して、今度の最低保障年金は保険料いらないんですよ。でもそれは所得260万以下の方ですよ。260万の方は保険料っていうか、まあ最低年金っていうのは全員保険料払わない。あ、よかった、保険料払わないのに年金もらえるって思う人は自分の所得が260万以下の人、そして、ね、640万でゼロになります。690万以上の所得のある人は税金を
負担して、その税金は所得税でプラス 7%、 あ、消費税 7% プラスしなきゃ賄えないって今計算なんですね。ですから消費税やその他の税を、所得税だって年収の高い人はそれは税金いっぱい払うじゃない、そういう人たちに払ってもらう税金で所得のない働いてない人たちの年金を差し上げますと、そういう国にしたいんだったら、それを国民が望むんだったら、私はそれでやるしかない。でもどう考えたって働かなくても働いても受け取れる、ね、頑張らなくても面倒見てもらえる、そういう状態で、それは全体としてモチベーションが上がるとはどう考えても思えないし、そういう状態の国が新たな分野に投資をし、この局面を打開して起死回生のやったらってはやぶさのスピリットを出せるんですか、その選択を迫られてるんじゃないでしょうか。せっかくちょっと全然話違う方向に行っちゃって悪いけどさ、だからとにかくあんたも分かったよな。だからじゃあちょっとこの新野代理士と会社の皆さんに申し上げたいのは、障害者の問題というのは障害者だけの問題ではなく、皆さん必ず年を取ってどこかが悪くなり、また交通事故に遭って足が歩けなくなったり、また病気で糖尿病で失明したりすることもあるかもしれません。だから障害者だけの問題ではなく皆さんの問題だとして考えていただきたいということをここで申し上げたいと思います。ありがとうございました。その通りです。ですから、ね、そういう人たちも救わなきゃいけないし、それはそれから誤解しなきゃいけないのは、所得が低いって言ったって望んで所得低い人とは限らないよね。やっぱり働けない人もいるから事情があって、それから急に所得がなくなっちゃった人もいるんだから、そういう人たちのために違うんだ手当てしてあげるのは当然じゃないですか。でもその人たちに10日はしのいでくれと、その代わり生活立て直して、ね、1年、2年、3年、5年経ったらまた社会に復帰してね、それまでの間なら我々のもの使ってくれってみんな思うでしょ。でも一回受けちゃったら、あ、働いて国民年金25年入れて45年払うと、40年払うと6万6000円だと、でも今万歳者って何もないというと16万に住居手当がついて、それに母子家庭だと24、5万くると、待って、今一生懸命頑張って保険料払って25年かけ続け40年で満額もらって6万6000円かと、でも今万歳すれば23万なの、だって現実ですか、政権変えればいや、だけど政権変わるんじゃなくてそういう人たちが出ちゃってるのが事実なんですよ。それが政権交代して、ね、この2年間で2割アップですよ。今日ね、額が、はい、川口のね、これもたまたま僕これ今調べてるんだけど、生活保護費、平成19年からね、21年まで110億から120億円だと、平成22年度150億、23年度180億、100億前後で動いてたやつがここのところで150から180億に跳ね上がっちゃう。いろいろ調べると、ほら、派遣村ってのができたんですよ。派遣村のできた以降、生活保護費がバーンと跳ね上がっちゃったんです。もちろん今は東北の皆さんや、ね、それから川口の場合は今度鳩谷の人になったんで24年とか230億、これは一人一人困ってる人もいるから助けてあげなきゃいけない。一方でそういう制度を悪用したりそれに乗ってという風潮があったならば恐ろしいことになりませんか。これは政権選択なんですよ。
の結果なんですよ。私たちが全ていいなんて言わないけど、ね、いやしくもこの国を運営していくんならば、今の民主党のやり方を改めない限り絶対だめだと思います。それは民主党が現実路線に戻って民主党のやり方を改めるのがいいのか、それとも自民党が提案する方がいいのか、それをまたその他の政党が提案しているやり方がいいのか、それは話し合いで決められますか。国民は話し合いに参加できるんですか。日本の国をどういうふうにするんだっていう話し合いに国民が参加できるのはたった一回しかありません。選挙です。議員の身分を解いて各政党がこの国をこういう形にするんだということを提案をして、それを私たち国民が選んで、あんたのやり方でやれと。もちろん異論があっても、民主主義の中で最大公約数を得た政党が国民の代表として、国民の選択を得た政策をやるなら、それを邪魔する人はもういないと思う。でも今やろうとしていることは、民主党がやっていることは約束したことと違うことをやり、約束してないことをやろうとし、約束したことをしないのに、それをうやむやにしながら、とにかく今大事なんだから話し合いで協力してくれて、そんなこと本当にできるんですか。責任を持つれば、考えれば考えるほど、私は、私が総理大臣だったら野田さんね、どうして解散しないんだと。それは選挙に負けるから嫌だとかって言ってるけどさ、勝ち負けなんか関係ないじゃないの。命懸けでも国のために尽くす総理大臣がですよ、本当にこれが国のためになるんだと国民に分かってもらうんだと思ったら、私は解散して皆さんに選んでもらうんだと。自分たちが言ったことを直すとこは直すと、ここはダメだったと、しかしこうやって直すから俺にやらせてくれって、なぜあの人は言わないんだって思って、総理大臣になっちゃったらまた何もやることないじゃないですかね。そう思いませんか。我々だってここで中途半端にそうは言いつつもね、話し合いでなんとか収めて、野党反対ばっかりしてるわけいかねえから、とりあえずね収めて、で場合によったらば連立でも組んでなんて、冗談じゃないと思いませんかね。国の政治を選べるのは国民なんですよ。そしてそれは解散によってのみ皆さんが選択できるんだから、ここまで国が痛み、そして選択肢がね、ブレちゃってる状態で、どうしたらいいか。もうまだ時間はありますよ。まだだってさっき言ったようにお金はあるんだから、ギリギリね、貿易黒字が貿易が31年ぶりに赤字になったって言ったって、実際は9兆円の黒字なんですよ。貿易収支1兆円の赤字ですよ。サービス収支も1兆、まあ、6000億の赤字で、経常移転収支ってね、これも赤字、経常収支を構成する4つのうちの3項目赤字なの。でも所得収支が14兆の黒字、トータルで我が国は9兆円の黒字、この黒字が出てる限り政府が発行するお金は国内で消費できる。だから外国に干渉されずに金利を下げたままで、低い金利のままで、ね、低いながらも安定的に、実は危ない危ないって言われながら安定的に成長してる、成長というか運営してる。なんか金があるんです。そして技術があるんです。そしてみんな元気で頑張ろうと思ってる人間がいるんだろう。今の時によし、じゃあここに向かって頑張ろうよっていう目標設定して、そこにみんなが力を合わせればすごい力が出るに決まってるじゃないですか。でもその目標が、いやこっちだ、いやこっちだ、死ぬのあっちなんだってバラバラになっちゃって、しかもみんなで天然バラバラに動いちゃってるから、必死で働いてるのにこの国の力が持ち上がらないんでしょう。今まで以上にみんな働いてるじゃないですか。そして削るところを削り、工夫するところを工夫して必死で努力してるのに、なんで日本が持ち上がらないかといったら、それは向かう方向が間違ってるか、力が合わさってないかの、その両方でしょう。逆に言えばその2つが、みんなで最大公約数でこの場所に行こうっていうのが分かり、それに向けて自分がそれぞれ役割を果たすならば、この国はその潜在的な力がまだ残ってるんだもん、今のうちだったらできるじゃないかと。それは早くそういう
になんで踏み込まないのというあのことなんです。どうするのっていうのはまた次のこの次だんだん出てきます。少なくとも日本の国の基本をどう変えるかは憲法の草案を私たちは出します。それから経済をどう立て直すかはもうすでに日本の予算の考え方といって経済のねあの、政策を出してるんです。でも皆さん見たことないでしょ。ホームページに出てるからね。だから、まあ、ネットで見てる人は知ってると思うけど、きっちりいろいろ日本の経済政策、ここにそのここに書いてある自民党の政策ビジョンと24年度予算ってここに書いてあることは、これは自民党が正式に出している次の選挙の公約になる骨子ですよ。発表してるんですよ。でも新聞一行も書かない。なぜなら野党の提案なんて実現可能性がないから。解散した瞬間に与党野党なくなるんです。それまで皆さんに伝わらないんです。社会保障の考え方も、私が前から言ってる子育てのね支援も、あの幼児教育の無償化、子ども手当ではない、児童手当、ね、に加えて実務的にここの部分をこうやって手こ入れしますよっていう、ね、そういういろんな政策あるけど、出してるけど全然伝わらない。なぜなら今は選挙でないから、皆さん選択しようがないんだ。自民党が対案が見えないという、それは出し切ってないのは事実だけど、出してることも届かない状態なんですよ。あらゆること考えたら、ね、日本は手術しなきゃいけないのに、手術をためらってもうちょっともうちょっと、そしてもしかしたら薬で治るかも、ね、しかもその見立てる医者はもしかしたらやるなのに、その人を信じて延々と付き合うの。去年の3月で付き合ったじゃない。その前に解散してみんな付き合ったじゃない。医者がやり方変えるか、医者自身を変えなければ治るわけない人なんだよという局面まで私は来ていると思っています。新規この法案について再生でちょっと、まあ、あなたの後で話するから、はい、なあなたは全部聞いてるからさ、まあ、分かりました。でとにかくそういうことですので、もう思いっきりだって9時半だから申し訳ないんですけど、ね、ぜひ最後に1個もう言いたい、はい、どう、はい、川口の愛知から来ました。あの今瓦礫処理、あの地震津波の瓦礫処理の問題、島田市だとか北九州とかあんな向こうの人たちがやってるのに、川口市も川口市長さんも全然動いてくれてる様子ないんですけども、新藤さんの、あの考えを聞かせてください。これはですね、あの地方自治体があのこの名乗り上げたのは、私はそれを経由としたと思うんですけど、あのそもそもが神奈川県なんて知事がやりたいって言ってるのに、あの必死でやるっていうのは住民運動で動かないですね。これも実は、ね、司法主権、地域の自主性に委ねる、国が責任を持たない。で、渡された自治体はそれは賛成の人もいれば反対の人もいて身動き取れない。国家的な課題なんだから国が割り振って、ね、これだけの種類をやるには何年かけてここで受け持ってくれと、そういうことを国の責任で指図しない限り、頼まれたんだから仕方がないっていうお墨付きを作らない限り受けられないじゃないですかっていうのが一つだから、私この間言ったらね、どうして国が先頭だってやらないんだって言われるんです。そうすると総理大臣が何て答えるかというと、私たちも胸を痛めております、そして私野田内閣の閣僚は断ることに出かけた先でお願いしております。世間話と同じようにね、所管外の大臣があなたね、ぜひ今攻撃処理で、瓦礫が困ってるので受けてくれないですかねっていう、その言葉は分かりましたなっていう自治体の組長は誰もいないよ。だからそういうことを国が、こういう時は国家として動かなきゃいけないのに、地域主権っていうのは彼らは国家として動くことを否定してる人たちなんですよ。
非常事態宣言も出さないし、ね、安全保障会議も設けない。それは権力が、ね、権力を行使することをためらった。憲法に非常事態条項がないのはそういうことな、まあ、こうなっちゃうんです。ですからこれはやっぱりね、やっぱり政権の選択として当然の帰結なんですよ、ね、一つ。一方で川口でなんでやらないのかっていうのは、それは川口に、私もあの川口でやらせたいと思います。でも現実には川口のそのこの廃棄物の処理も市外に持っている状態ですから、スペースがないんです。市町村のこんな川口なんていうのはあのちっちゃな町なんですよ。人口は多いけど、ね、浜松市の10分の1だ、仙台市の何十分の1なのかしら、ね、スペースがないのに、うちの川口のゴミだって外に出してるのに持ってこないんですよ。ですから全国で一体どこに適地があって、しかも受け入れ可能な条件を備えている場所はどこだってのは全部情報収集して、国の責任で悪いけどあんたやってくれと、自治体は、ね、自治体の 反発は国家の責任として、私が責任持つと総理大臣が言うべきなんですよ。そして直接の復興担当大臣が、私の権限であなたにお願いすると言うべきなのに、どうでしょうか、ご検討いただけないでしょうか、お願いしたいですなぁと、というところで皆さんイライラしてる。でもそれはやっぱりあのやるとなれば必ず反対がいて、その反対する人にですよ、その過半数というか、その、ね、そうでなくて経費もかかることですから、という現実の問題が今あって、お気の毒なのは本当にあれですよね。石巻は僕何度も言ってるけど106年分あるんだと、どうしようね、こういう状態なんです。ですからこれは町単位で、俺の町はあっちの町はなんて、それじゃダメなんです。国としてやるべきことで、それはこのところで少しずつあの方向を変えてるけども、そういうことをやるために復興庁を作りなさいと、2ヶ月で作れるんですよ。とっくの昔に始まってなきゃいけないんですよ。それが1年経っても未だにずつ、一つだけ言っておきます。あの道路や橋の損壊7300億円 の復旧が必要なんです。今国はこの道路や橋の町の根幹をなす工事の 60% 以上が執行したと言ってるんです。3次にわたる補正予算で。でもその意味は何だと思います？執行というのは国から県市町村に配分が決まったことなんです。実際に発注したのはなんと 6%、 1年経って必要な工事の 6% しか発注されてないんです。入札が終わり契約が終わったのが 6%、 でもその契約は手付金しか払われないから、工事が完了して完了検査が終わったけりゃお金ってのは払われないんだから。で1年経ってるのに、地元はもうひいひい言ってるも苦しみの中で頑張ろうって言ってるのに、実はまだ道路の工事も始まんない、学校の修復も始まんない、病院の再修も再建も全然できない。お金が実際に地元の業者と契約がなされてないんですよ。何やってんの。にもかかわらず今回復興の予算を申請させた。そして宮城県は2000億円要求して1000億円削られたでしょ。宮城県の県道整備の予算はゼロだ。書類が整ってない、ね、そりゃそうだなって。道路の協会が決まってないんだもん。みんなでごめんなさい動いちゃったんだ。そういう状態でもまず基本となる道路ができなければ家なんか建ちませんよ。その道路を作る予算がゼロ算定なんだもん。どうやってその町復興させるんですか。そうすると復興担当大臣はもちろん全部やってあげたいんです。でも国民から預かった税金を不正常な状態で、要件も整わないまま、整わないまま執行することにはできません。こうそういうことの繰り返しなんですよ。だからもうこれ本当にそれでいいんですかと、もうみんな泣きながら怒ってますよ。
ね、だけどそれ今要件が整ってないというね。もうどうも、まあそういうことなので、まあ、ぜひね、私は川口というよりも埼玉県のエリアの中でやって、例えば川口に領地がないならお金を提供したっていいじゃないですか、ね、でもそれにはやっぱり広域処理っていうのはまさに広域で計画を作り、用地を提供できるところと、じゃあ経費を負担できるところとか、そういうのを国中でみんなでやればさ、もっと方向出ると思うけどね。しかしそれは親分がいて、俺が責任持つからやってくれと、怒られても批判は俺が受けるから頼むっていう人が体張って頑張る人が出てこない、そういう体制作らない限り、ずっとみんなで何やってんだ何やってんだって言いながらずっとずっと悔しいから、そういうのも早く直したいと思います。じゃあということで、今回ちょっと盛り上がりましたね。すいません、私もね、ちょっともうなんていうか、もうどんどんもうこんなんでいいのかって思いがあって、少し話が長くなってしまったのをお詫びいたしますが、ぜひですね、これからより具体的に、じゃあどういうふうに国を変えていくのと、そういうあの政策も私たちはっきりと皆さんお知らせできるようになると思いますから、また来月もやりたいと思います。来月はいつでしたっけ。はい、4月の19日木曜日です。はい、じゃあ4月の19日頃はまた、まあいろいろなことが動いてるでしょうね。国会がどうなってるのか分かりませんが、そういうことでございますので、またあの時間を取りましたらですね、席を受けていただきたいと思います。本日はこれで終わりたいと思います。大変ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは今日も使って台風を対応するために少し見事させていただきます。よろしくありがとうございました。